こんにちは、ぴょんです。九州が誇る日本屈指の温泉地、湯布院。活火山である湯布岳のふもとに位置し、豊富な温泉と雄大な自然に恵まれています。山だけではなく海も近いため、豊後水道などで水揚げされた新鮮な海の幸を楽しめることも魅力で、さらには大分和牛をはじめとした最高峰のお肉も名物です。木々が色づき始めた11月の上旬、素晴らしい旅館に出会いました。大分県の湯布院温泉にあるお宿日本の足束さんです。今回はお宿よりお声掛けいただいての宿泊ですが、私のチャンネルでは本当に素晴らしいと思ったところしか動画を制作しておりませんので、安心してご覧いただければと思います。実際私は今回大感激し、なんでもっと早く知らなかったのだろうと思いました。そのような方が増えませんように、詳しくご案内してまいりますので、一緒に1泊2日を体験しに行きましょう。4500坪の敷地に客室はわずか13室、全室離れのプライベート空間です。フロントを擁する母屋にはアンティークなどこだわりの調度品が品よく置かれています。ノスタルジックな雰囲気にほっと心が休まりました。実は日本の足束さんはミシュランガイドにも選出されており、極めて快適との評価を得ています。気持ちの良い秋晴れで程よく寒く、こんなに色鮮やかな紅葉を楽しみながら温泉に入れるなんて夢のようです。そこかしこから温泉が湧き出ており、母屋とお部屋をつなぐ道の途中では温泉卵のサービスがされています。気がつくと補充されて卵がたっぷりになっていました。殻が剥きやすいようにお隣に冷水が引かれています。個包装の岩塩までありました。今回は特別に他のお部屋も見せていただきましたので、私が実際に宿泊するお部屋をご紹介する前に、少しだけ他のお部屋をご覧に入れましょう。 Time is a straight line, a linear motion that leaves us behind. The day まずはじめに館のお部屋。 And I'm a sailor fighting the waves as they break on the hull.紀元前206年から西暦220年まで続いた中国の漢王朝。その漢の時代をイメージしたシンプルな客室です。この漢が一番低い価格のお部屋になっています。続いての春林庵のお部屋は、大まかに4段階の価格の違いがある中の2番目にリーズナブルなお部屋です。こちらは定員4名の半露天風呂付き客室。真ん中に囲炉裏のある8畳の居間と、廊下に沿って10畳の寝室。春隣とは冬の季語。寒さが緩む日が増えて春の訪れを感じることが多くなる晩冬の様子を表しています。そして離れへ続く道を渡るとお風呂が現れます。
大きな石をくり抜いて作られた浴槽。温泉は源泉かけ流しです。続いてご紹介するお部屋は上から2番目のランクの戸田邸です。建物は幕末に建てられた築150年の古民家を新潟の佐渡より移築したものです。戸田邸はとても広く5つのお部屋とお茶室があります。まず玄関正面に書院造りの美しい和室、お隣はリビングです。リビングは15畳もあります。戸田邸は最大8名まで入ることができるのです。お子様も宿泊可能ですので、ご家族で来ても楽しめますね。カウンター越しに見える景色が美しく、照射な窓枠も味があります。カウンターの内側はミニバーになっていて、コーヒーマシンや冷蔵庫が置かれていました。その奥にはもう一つ和室、お茶室の小さな入り口のことをにじり口と言います。千利休によって取り入れられました。どんなに身分が高い人も頭を下げて刀を外さないと中に入ることができません。2階へ上がるとまず手前には洋室があります。日本の近代モダンを感じさせるインテリアです。そして10畳の和室、お部屋の数が多い上にそれぞれが広く贅沢な離れでした。源泉かけ流しの温泉もついています。それではお待たせいたしました。今回宿泊する最上級客室をご案内いたします。石段を登っていった先に大きなかやぶきの屋根が見えてきました。画布歳月という名前のお部屋です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋やお食事、館内施設などの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。この建物は岩手県盛岡より移築された築200年を超える欅の古民家です。かやぶきの屋根はいくつもの優れた特徴があります。室内に入るとその静けさに驚かされます。重厚な厚みがあることと、かやが音を吸収してくれる効果があるためです。また断熱性に加えて通気性があり、冬は暖かく夏は涼しく過ごすことができます。玄関だけでも相当な広さがありますが、この画布歳月はリビング以外に5つのお部屋を持ち、広さは約230平方メートルにもなります。まずは玄関からほど近い1つ目の寝室をご紹介いたします。洋風の作りで18畳あり、ダブルサイズのベッドが3台、こんなにも間隔をとって鎮座していることに驚きました。調度品も良いもので揃えてあるため、全体のトーンにまとまりがあり洒落ています。ベ
ベッドの向かいにあるクローゼットには様々なものが用意されています。内陸山間特有の気候で晩秋や初春もかなり冷え込むため、暖かい服装が欠かせません。浴衣と旅靴下にパジャマも用意されているのが嬉しいポイントです。巾着には充電器が入っていて、マイクロ USB、iPhone、Type-C を同時に充電できる便利な三つ口のケーブルでした。玄関から見て右側には何やら上へと伸びる階段があります。小さな屋根裏のスペースかと思いきや、6畳もある立派なお部屋でした。どこからお外を見ても美しい景色です。2階から戻ってきて、さらに右側へと進むと洗面所があります。細部まで気を使われている意識の高さがひしひしと伝わってきます。ドライヤーはダイソン、素晴らしいです。巾着袋の中にはアメニティが用意されています。まずは女性用から、真珠で有名な右元の美容液2分の1本分が入った贅沢なシートマスク、クレンジング、洗顔フォーム、お化粧水、乳液、しかもこのようなサンプルパウチのタイプではなく、ちゃんと容器に入っているものです。体を洗う用のミトン、袋に入ったコットンと綿棒、マウスウォッシュと歯間ブラシ、ヘアバンドとブラシ、そして歯ブラシが入っていました。男性用の巾着袋の中には、洗顔料、お化粧水、整髪料、カミソリとシェービングフォーム、櫛、ボディタオル、綿棒、歯間ブラシ、マウスウォッシュ、歯ブラシが入っていました。こちらはお部屋の2箇所にお化粧室があるうちの1箇所です。少し変わっていて、男性専用のトイレと通常のトイレがあります。ちなみにこちら以外にはお風呂の近くにもお化粧室がありました。続いてはリビングです。22畳もの広い空間で親戚一同で集まれそうです。お飲み物はこちらのお部屋に用意されています。コーヒーマシンはネスプレッソ。重厚な木の戸棚の中には食器や冷蔵庫が入っています。骨董の染め付けは藍色が淡くて可愛らしいです。コーヒーと一緒に湯布院の焼きドーナツもいただきました。冷蔵庫の中身は追加料金なしで自由にいただけます。リビングに隣接したガラス扉の向こうにもお部屋があります。一人で遊ぶ用のボードゲーム、イギリス式ソリティア、オブジェとしても可愛いです。リビングのお隣にはまだ他のお部屋が連なっています。8畳の寝室とさらにもう8畳の和室の二間続きです。書院作りの伝統的な和室のデザインは落ち着きと安らぎをもたらします。この画布歳月の客室にはリビングと和室にテレビが2つ用意されているのですね。ここまでお部屋を5種類ご紹介してきました。それぞれにこだわりが光り、すべてゆったりした広さでどこで過ごそうかワクワクします。最後に皆様が一番楽しみにされているお風呂をご案内いたします。さすが湯布院、内風呂の温泉です。
大きな額縁のような窓を開くと、目の前には由布岳と紅葉が。Let us have a love that never forgets。 広いお庭へ出てみましょう。 My heart goes to the light。 様々な色で染まった豪華な景色を、歌人は野山の錦と読みました。こんこんと湧き出る温泉の露天風呂と、秋の美しさはこの世の贅沢の極みです。泉質はナトリウム炭酸水素塩泉がベースの単純温泉、 pH 値 8.7 のアルカリ性です。アルカリ性のお湯は古い角質を取り除いてくれるため、お肌がスベスベになります。さらにメタケイ酸が多く含まれており、一般的には 50mg 含まれていれば美肌に良いとされているところ、なんとこちらはその2倍以上の 116mg も含まれているのです。メタケイ酸は天然の保湿成分と呼ばれ、美容液のような効果があります。館内を散策してみましょう。お部屋とは別に8つもの温泉を楽しむことができます。日本の足田場さんの温泉はなんと全てが貸し切りなのです。まずは趣の異なる6つのお風呂が集まった昭和の湯どころ。昭和の湯どころは予約不要で、空いていれば24時間好きな時に自由に利用できます。はじめに一番湯、四角い石造りの浴槽でちょうど目線の高さにお外が見えます。日本人の DNA に刻まれているふるさとのような、どこか懐かしくホッとする雰囲気です。脱衣所には綺麗なバスタオルやドライヤーはもちろんのこと、冷蔵庫にお水、地元産の牛乳とコーヒー牛乳が用意されています。お隣の2番湯です。中へ入って右側にお風呂があります。2番湯は岩風呂、開放的な半露天風呂です。3番湯はこじんまりとした落ち着くお風呂です。丸型のスタイリッシュな浴槽と三面鏡のような角度のついた窓がおしゃれ。入ってくる風が涼しく心地よいです。4番は欠番のため、3番湯のお隣は5番湯となります。四角形の浴槽がとても広く、半露天風呂で開放感があります。5番湯のお隣は6番湯、作りやデザインがそれぞれに違い面白いですね。選ぶ、巡る楽しさがあります。ちなみに全てのお風呂にシャワーが設置されています。7番湯は1番から6番の昭和の湯どころとは隣接しておらず、少し離れた場所に立っています。1番から6番までは24時間、こちらの7番湯は朝6時から深夜24時まで利用できます。床にも壁にも一面木材が使われているため、一歩入った瞬間から木の良い香りが感じられました。大露天風呂は石の階段を上った高台に位置しています。中腹に立っているのは展望休憩所。さらに登っていくと、林の中にもう一つ建物が現れました。
ちらはまだ脱衣所ではなく、玄関とお化粧室で進んでいくと脱衣所と洗面所があります。たっぷりのドリンクとバスタオルが用意されています。水回りもきれいに清掃が行き届いていて気持ちが良いです。いよいよ露天風呂へ。圧巻のこの美しさ。そして全国で1位2位を争う湧出量を誇る湯布院温泉であるからこそ、源泉かけ流しで豊富な温泉を楽しむことができます。大露天風呂は時間制になっており、チェックイン時に予約を入れます。私は到着日の夕方に大露天風呂に参りましたところ、紅葉の間から覗く暖かい夕日に癒されました。実はフロントのすぐ近くから上へと向かって階段が伸びています。2階にあるのはショップと談話室。営業時間は朝8時から夜22時までです。お部屋で炊かれている京都の松栄堂さんのお香、九州の窯元さんの美しい器、 100% コットンでできた明日葉さんオリジナルリネン。ちなみにお部屋にはコットンに加えてパイル地のものも2種類用意されていました。談話室にはネスプレッソのコーヒーやお茶類、お菓子なども置かれていますので、ほっと一息つきながら静かな時間を過ごすことができます。が暗くなり、明かりが灯る頃、私のワクワクする気持ちは最大に膨らんでいます。夜ご飯のお時間です。今回お食事をいただいた個室の壁は、書道家の川辺理恵子さんによるアート作品です。神社でお守りや奉納文などに使われるアヒル草文字で結びと書かれています。食前酒として自家製の果実酒を注文しました。かりん、デコポン、青じそをいただきましたが、全部美味しかったです。先付けと前菜です。先付けはベニズワイガニと松茸のみぞれ和え。松茸の風味がしっかりとして美味しかったです。前菜は小さなお料理が8種類載っています。胃腸腑の含めに、地物秋サンマの幽庵焼き、銀杏串、イガグリそうめん、地物姫サザエのトリュフチーズ焼き、エビ芋の田楽焼き、地物姫島産車エビとアメコのおひたし、南京豆腐、地物タチウオの昆布締めととびっこあえ。どれから食べようかなと迷ったりするのも至福の時間です。お次はびっくりするほどの豪華なお刺身。豊後イサキの姿作り、カボスヒラメとマダイ、美人ぶり。美人ぶりとは日本酒東洋美人の酒粕を食べて大分県佐伯市で育ったぶりです。
お醤油はもちろん九州風の甘みと芳醇さのあるタイプ。お刺身は食べきれなくても大丈夫です。大分県の郷土料理である琉球という漬けにして明日の朝食に出していただけます。続いては焼き物です。オマールエビのウニ焼き、タケノコの土佐煮とイカの綿あえが添えてあります。お次は揚げ物で秋鮭の親子湯葉包み揚げです。鮭とイクラを湯葉で包んで揚げてあります。絶妙な火加減で鮭がしっとりとしていました。手前のレモン塩でいただきます。続いてお肉料理は大分和牛のサーロインステーキ。今回はおすすめの火加減でミディアムレアです。手前は岩塩、金山寺味噌と大分のカボス、小鉢の中はわさび、サラダとカプレーゼ、マスタードを使ったドレッシングをサラダにかけて。お次は箸休めのお皿。左の特徴的な器の中にはシャコとモロヘイヤの土佐酢あえ、右の柿の器の中には蒸しアワビと柿の白あえが入っていました。そして締めにお食事です。白いご飯と赤だしのお味噌汁、そしてなんとなんとフカヒレの姿煮が人数分入ったお鍋がやってきました。たっぷりのフカヒレとあんかけご飯にできるなんて。ごま油の香ばしい香りがお部屋中に広がります。なんて贅沢なご飯なのでしょう。最後に甘味の盛り合わせです。マロンプリン、ピスタチオアイスの入ったモナカ、大分県産ひたなしの白ワインに。ごちそうさまでした。どのお料理も本当に美味しかったです。ちなみにお席は今回私がご案内いただいた個室以外にも様々なタイプの個室とテーブル席がありました。お酒の種類も非常に豊富で、希少なウイスキーや焼酎、日本酒とウォークインワインセラーの中には入手困難なワインがずらりと並んでいて、あるところにはあるのだなぁと驚きました。お酒つながりでもう一つ、お宿の敷地には渋いバーが併設されています。試験なのですが、湯布院エリアは旅館にオーセンティックなバーがあることが多く、バーのレベルが高い気がします。気配りやお酒の知識が完璧なプロのバーテンダーさんがいらっしゃるバーが私は好きなのですよね。カボスのカクテル、感激しました。店内の内観は明るい時の方が見やすいと思いましたので、夕方に訪れた時の映像をお見せいたします。渋くておしゃれな空間でセンスがあふれています。暖炉のあるソファー席もかっこいいカウンター席もどちらも素敵ですね。営業時間は15時から24時まで。
こちらのバーにもワインセラーがあるのですが、輪をかけて凄まじい品揃えで、中で見学をすることすら少し怖いくらいのお宝ワインばかり並んでいました。素晴らしい夜を過ごすことができました。おやすみなさい。おはようございます。朝ごはんも夜ごはんと同じお食事処の地層庵でいただきます。着席してから温かいお料理が運ばれてきました。大根と人参のお味が出てほんのり甘いお味噌汁です。中央のお料理は大皿で2名分の盛り合わせになっています。地鶏の南蛮漬け、茄子と厚揚げのオランダ煮、秋きのこのナムル、明太子と篠田巻き、ごぼうとこんにゃくのきんぴら、ふきのごまあえ、白い器の中はとろろです。中に青さのりと干しエビとお出汁が入っていますので、よくかき混ぜてからご飯にのせます。サラダは生ハムと五穀米のサラダです。和風カボスドレッシングをかけていただきます。焼き魚はアジの塩焼き、小鉢にはサバ節昆布、手前にさつまいもの甘露煮が添えてありました。煮物は大根の味噌あんかけ、手前はエビ新醤とお茄子です。温泉卵とお出汁が入ったお皿、そのままでもご飯にかけても美味しいです。この和風のホッとする朝食が大好きです。とっても美味しくてお腹も心も満たされました。デザートはミックスベリーヨーグルト。ごちそうさまでした。アクセスをご案内いたします。日本の足田場さんは大分県の真ん中、湯布院に位置しています。東京の羽田空港から大分空港まではおよそ1時間40分。お宿まで一番近い空港は大分空港です。国際線も就航していて、韓国の3都市からは直行便で来ることができます。お宿から2番目に近い福岡空港はもっと多くの12の海外都市と就航していて、これからまださらに拡大していくようです。大分空港からお宿までは車で約50分、福岡空港からお宿までは車で約1時間20分です。大分空港から湯布院駅まではバスも出ています。料金は片道1550円。座席にはコンセントも完備されています。事前に予約をすれば、湯布院駅とお宿間は無料で送迎していただけます。それでは料金の発表をいたします。これからも素敵なお宿など皆様にお楽しみいただけるような旅動画を投稿していきますので、このチャンネルがわからなくなってしまう前にチャンネル登録をお願いいたします。さて、日本の足田場さんの最高級客室、定員7名、230平米もあるスイートルーム画布歳月、このお部屋を大人2名で1泊2日した際、豪華な夕食と朝食の2食付きで、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。正解は15万4940円からでした。
ちなみに今回お見せした他のお部屋は一番こじんまりしたタイプのお部屋館が 78,710 円から。定員4名で半露天風呂付きの2番目にリーズナブルなお部屋春林庵が 94,280 円から。8名5つのお部屋を持つ上から2番目のランクのお部屋戸田邸が13,980円からでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。